面白いな、たまらねえよ。もっと楽しませてくれよ綾野教授。修羅場で磨かれた独学の戦闘スタイルにもいろいろある。そうかよ。負けねえと思ってんのかよ。負けるのは想像つかない。一度も感じたことがない。この世界は暴力によって支配されて、俺に恐怖はない。その痛みってやつを教えてもらおうか。分かってきたか。あいにくと何もないな。お前もういいさ、龍炎。お前は恐怖を感じたことがないと言っていたな。今ここでお前が勝っても最後に勝つのは俺だ。勝利は目前だぜ、綾野浩二。喜びか怒りか苛立ちか、俺に教えてくれよ。お前はさっきから何を言ってるんだ。感情が覗くはずもない。自分の中にも恐怖が存在すること。